しぶりです、皆さん。こんばんは。黒い服はやっぱ配信はよくない。いけるんちゃうこれ。元気。やべえ、こうしたらいける。久しぶりです。こんばんは。久しぶりにやってみた。かゆ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 か。てんてんてん。今日からズーム演技が始まってね、決まったんです。昨日の残り。昨日のやつでも美味しい。リップがついちゃうね。昨日のでも冷蔵庫入れてたから大丈夫なんです。美味しい。そうだ、チュンチュン。あ、ネギさんが何作ってんねんけど、ちょっと待って、お待ちくだされ、ね、で、来とく。はい、スタバ飲んでる。昨日の残り。前髪切りました、自分で。今日からズーム演技が始まって、前髪がねこの辺まであったから、他に暗く見えるなと思って。でもやっぱほらちょっとガタ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 。2日かけてスタバ飲みしたえ、なんかこのサイズ飲みきれへん1日で。
グランデじゃないで。何これ、普通のやつ。普通のやつ。何て言うんだっけ。グランデやったら3日ぐらいかかるわ。これはおさえがくれたから食べずに置いてます。ラムネ、ぶどう味かな。おさえがくれたラムネ。おさえ様、おさえ様。お、紫、意識高。意識高いね、おさえは。こちらのカバ、新店のグッズです。永遠置いとくかな。私はここに入れて。うさいな、ラムネ。ラムネって消えへん？なんか大きすぎたら腐るみたいな。これはね、ここが透明なんですよ。インスタにもなんかいろんな言葉とか書いたんですけど、これゲットした人、まだ届いてないか。でもゲットした人、ここが透明、ここにあれがあります。観覧車の写真、結構大きめにされてますわ。いいですが、ズームカメラです。いいサイズ感でね。はい、携帯も、そらそら携帯も入ります。コームも入ります。ほいっと、この普通のコーンも、お、入っちゃいます。いいサイズ感ですね。くいくいくい、はい、私はもう使ってます。普段はぁ、ちょっと甘いな、お水。何でも会える、いいよね。いつも使ってる。学生電気がちょっとバイバイしてまんな。で、チラシ割り4種類。こちらゲットした方、こちら一応ね、オレンジって言われてたんですけど、サーモンピンクみたいな感じに仕上がりました。オレンジです。オレンジってことにしてください、皆さん。こちらの紐はサーモンピンクに見えるオレンジです。ここに入れてもね、
としては入るかもしれない。入るんちゃうこれ。立ていけんちゃう。いけるね。お、いいね、デザインが。デザインが。あ、反射してくれたから。いいね、これ。デザインが変えれるっていう仕組みにしたくて、ここは透明になっているので、皆さんぜひこういうサイズのカマンって使うんかな。女の子はでも使わない。どうですか、はい、でスマホリング、スマホリングなんか使いたいけど割れたら。今これ使ってるんですけどね、私もうなんかここ割れてきちゃってひびが入っとるんです。ひびが入っとるんじゃ。じゃあね、スマホリング、これ実は生誕 T シャツで使ったからです。これ阪急電車の MV のところです。これはなんか公園です、どっかの。これはリサイトに行った時ので、これ水族館に行ってクラゲです。お、顔が飛ぶね。どうしたらいいか。こんな感じで5パターンございやす。キャッ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 。皆さんゲットした？なんか風景でどうなんだろうっていう不安がありやしたね。私が撮るって言ってもやっぱメンバーのね、皆さん待っているので、とこちらマスクここにしたっていうあれもインスタに書かせてもらったんですけど、これもすごい、ゲットした瞬間押さえがすぐ使ってくれて、ストーリーで使ってるみたい。なったよ、おさえ。そしてカレンダー、カレンダーもこれはゆうみちゃんとかな、撮ってくれたの。川一緒に行った時、これもゆうみちゃんが撮ってくれた写真。これは川行った時、なんか自分を表紙にするのなとかちょっと思ったんですけど、してみた。家やったらね、すぐ好きなページに飛んできて飾ってくれたら嬉しいです。こちらで、これはやっぱフォトブックやから、私がカメラ構えてる方がいいかなと思って、でやっぱ劇場がね原点なので、劇場の背景になっております。はい、こんな感じで、懐かしい写真から載せていただいてもらってます。懐かしい。あ、ちらほらあれあれよ、うん、そうよ、風景とか、あと金子さんもちゃっかり入っている。このこれは何じゃろうねっていう、よくちょっと難しいですね。誕生日カレンダーは誕生日時に各メンバーがいますので、おしめの誕生日を永遠開いたらおしめが永遠います。若干オレンジになってるのかな、あの文字の背景。ちゃんとオレンジ、オレンジが好きっていうの、うん、伝わっております。嬉しい。っていう、きつんかんな写真展のグッズ紹介でした。あ、あとね、これはもう一個の、使い方が実はできるっていうように、これ閉じはずり取れへんぞ、閉
取り外しができるようにしてもろたんす。こうやって外すやん。こうやって外すやん。でチケットホルダーみたいな、ホルダーだっけ名前で、こうやってつけてもろたらね、紐だけでもこうやって使えるから、使い方が様々になってまーすっていうあれでした。なので取り外しができるというデザインです。そう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 、カバンをどうしても作りたくて、すごいカバンがどうしても作りたいっていう熱意がすごく伝わってきましたね言われた、恥ずかしい。だからチケットホルダーなんかこう握手会とかでもぶら下げて来てくださる方がいるので、その紐をこれに変えて使っちゃってください。ぜひぜひぜひね。こういう感じなので、感じでどうしようか。前にお母さんとお姉ちゃんが写真展来てくれてた。私が奈々穂と中継させてもらった日に、中継するちょっと前にお母さんたち来てて、たまたまばったりして、お母さんたちが写真撮れればよかったって解散したあとに、はいはい、片付け、バッグが通販でさ、え、マジ？ほんま？見に行こう。演劇前回より上手くなったな。マジ？うれしい。標準語やからドキドキ。緊張がすごい。どうですか、皆さん見ていただきました？奇跡の奇跡、どうですか。あ、ほんまや、カバンがソールドアウトになっている。カレンダーも、嬉しい。マスクも、わお。フットブックとスマホリングとしおりとランダムじゃない、ランダム生写真セットは発売中です。皆さんイキツンカメラまみれになってください。していただきましたか、奇跡の奇跡。これおさやにもらったクロス。
最近のうちの机真っ白だったんですけどね、部屋を明るくしたいと思ってこのオレンジのこれを引くようにしたら明るくなりました。なんだこの肉は、私は春菜っていう役をやらせていただいてます。第一グループって奈良穂と同じですね。髪伸びたね、伸びたね。伸びたんです、髪の毛。最近クマが、これ大丈夫、ショルームの配信してたでしょ、消えない。私クマできてもメイクで消えないクマだ、どういうこと。リーリYouTube の配信で前の3日前くらい役柄はちょっとバレちゃったね。あとなんかここがすぐ最近のラインかな、マスカラが落ちてここがすぐ黒くなる。第一グループの見て意識するの、いやしてない。雰囲気第一グループは見ていたんですけど、あーこんな感じなんかって。私が台本読んでた第一グループが終わってから第二が稽古始まったから全然ノータッチの状態で、自分が思ってた雰囲気と違ったからこういう感じかってはなりました。今日アイラインは濃くないです。濃いね、いつもこっからここだけなんですけどね、最近はちゃんと全部ギュッてやるようにして、この間生写真のオフィシャルの撮影してたらメイクさんに今日なんか違うって言われて、ライン全部引いててって言ったらなんか強く見えるって言われて、こっちが好きですかって言ったら、んどっちも好きやけどいつもの方が好きって言われたからもうすぐ変えた。なんか濃く見えるんやって、だからやっぱ薄めの薄い方が私は合うのかなと思って、あんまりアイシャドウも最近薄めでやらせてもらってます。ね、まつげ、下まつげ伸びた、お最終日見るから楽しみだって。最終日はどっち見るんですか。下の歯、急に下の歯、
とだ、ジラキチさん、クマ、うん、これはマジで、クマ、ありがとうございます。いる？あ、1位にいた。ジラキチさん、クマ、ありがとうございます。気づかない、いつも私きれい。コメント欄に現れるか。ダンス部の時でバッチバチな感じます。あー、めっちゃ濃いギラギラーみたいな。ダンサブルはでも次は美容液を、あの、気が向いた日焼け塗って寝てます。最終日夜と打ち上げ見に行く。おお、最終日楽しみだ。では今日お昼の会談でちょっと一箇所セリフ詰まってしまった。バレたかな、バレたやろな、あれはバレたけど、みんなノータッチで言ってくれた。優しい。お、ももちよさん、1月に転職します。そうなの、何にするんですか。どこにお勤めなさるんですか。お豆届いたよ、ありがとうございます。何のピースやで。バイトで全日程見えない。あら、そうなの？バイトなんだね。バイトは何してるの？聞く、みんなに。来週のお話会楽しみ。5月ぶり。野々丸さん。5月ぶり。今何月？ 12。6、7、8、9、10、11、12。半年以上、キャーン、半年以上ぶりで、キラッ、国家公務員、うわ、かっこいい、国家公務員だって。でもどんなことするの、国家公務員って。お話し会はどんな感じなの。お話し会はこんな感じでも、あの、何秒とか、あとちょっとです、間もなくですみたいに出るけど、喋ってたら、あ、間もなくやけど、あ、なってなったら、あ、こっちってなって、あ、ってなって、ふと我に返る、いつも。前髪伸びたね、切ったよ。あ、私これでも切ったんだけど。切ったんだけど。こんぐらいあったから切ったんだけど。今日のために。いや。こんばんは。と切れた時がつらいね。あって、ちょっとでもまた、あっなりませんあの、ちょっとむらしい感じ。
ドア2回あって笑ったらってなる。髪綺麗なの羨ましい。やった。最近はちゃんとドライヤーして寝るようにしてます。やっぱ夏はすごいサボってました。自然乾燥乾いたら寝ようかなみたいな感じで壊した。先月11月地味に3回詰め直してるからすごく痛んで焦った。泡カラーで冷めたことある人、はーい。わからん。で、染めた。染めてる時の写真、ムアメに送ろうかな。めっちゃ雑。どうだったっけ？髪の毛手もらへん頃で入れて、お団子、クマみたいな髪の毛して。もうこの辺真っ黒。おでここの辺真っ黒。チラ見せ。ほら、真っ黒。雑。ほら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 。雑。おでこも滑んのみたいな。コンストンストン。かなーですよ。触覚生えた。顔ついても気にせずにずっと待って。いつも洗顔とかで取れへんって言って落として。でも。髪の毛切って染めた時のハイライトがやっぱり自分で染めてるからか残ってて、こう色落ちするとやっぱ残って出てくるね。全然嫌とかじゃなくていいんですかどん。こうやって引っ張り上げようかな。晩ご飯食べたい。オンラインズーム劇やって食べてない。結構髪伸びた。なんか初めは結構短めに切ってもらって、もう顔が丸い顔に沿ってたからも、え、ワカメちゃんみたいな感じだったけど、染まりやすい方かな髪質。
つもめっちゃ綺麗に色入ってる。そうかな、美容師さんが天才なんですよ。それは綺麗な色に染めてもろて。これは私が染めてますけど、一本で髪の毛抜けた、一本髪の毛抜けた、見える？一本抜けた。ダンサブで知りました。こんばんは、こんばんは。ハーフくん、こんばんはです。先からはしたりしないね。もう多分当分派手色しないと思う。おとなしめで、ちょっと1週間ぐらいだけちょっと茶色かったけど、ここがすごい残ってるハイライト。じゃん。こっちの顔、皆さんから見た印象ってどっち？私のイメージ、こういう顔か、こっちの顔どっちのイメージ？顔のイメージこっちかな。こ左っていうもんない、みんな。こっち向かって、右ってこっち向かって、こっち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 、こっちのイメージ、こっちですか、こっち、違う、こっち、まあ、私はこっちの顔しか SNS とか載せんからか。あ、こっちの顔がない、大嫌い。最近いつも何が違うやろとかって、なんかここのなんかここのこの影みたいな、こっちの方がなんか影が強くて、やっぱこっち向いてね笑うからね、自然とこっちのがちょっとスッとして、こっちのがポテンってしてる。ここはちょっとこっちのがプニッてってる。イメージがとか全然違う。 iPhone で電話逆になるんだよって。あ、私は内気カメラけど逆に普通のやつだから逆にはなってない、反転してないと思う。愛の写真、鏡越しのまんまみたいな左右で違う、みんなあるよね、違う左右どっちみたいな。訪れてる？バーイ、うん、みたいな。気球で。
左が天使で右が悪魔でこっちが悪魔やって、うん、悪い顔するときこっちの顔で、取れてるの？ピエン。え、シンプルにひど。なんかキモやって。おもろい。おもろ。ずれてるんですか？まだまだずれてますか？いればですかね。天然の歯で、天然の歯、ひー天然の歯、もう半じゃないか。明日からの奇跡の奇跡ご覧いただけますか？エゴサしよう、エゴサ、エゴサーチ、ちょっとセリフわかんない、バレてるな、これが私のことだな、キーイングジが見た石の扱いが丁寧にやったというチャットが面白くて困ったミラコって書いて、私も笑いそうになったやってる時にね、チャットで流れてきて、あ、表示されるんですよ、やってる時も。それ見て、あ、笑いそうってなった。私もなったで。エゴサしなさんなんてするー、かわいいみき、あの結末は内緒ですよって、はい、わかりました、内緒にします。
メントは見れます。どうだったんだろう私って。どうだったんだろう春菜さん、怖いな。なんかできた？なんか赤いな。なんか最近言い方赤くなっちゃう。なんだよ。ぷいだ。あ、皆さん消えた。動画を描かなくなったから消えたかと思いました。45分になったらおしまいにしますね。明日の奇跡の奇跡は見てくれるかな。ピンポン。電気を抜いて携帯に挿します。待ち受けはお母さんです。かわいいね。顔洗うときにこの鼻筋が出るようにこうやってこうやってしちゃう。効果あるかなと思いながらこうやって鼻筋をって出た？出てきたんちゃう？ちょっと画面と声ずれるんだけど、みんなずれてるの。まだインスタライブにする変わらんか。この電波状況で一緒か。ずれてんの。回ってないや。
ずれてるやってあちゃばーん、いけねーいけねー、まだずれてるでござったか、そうでござったか、ショールームではあるあるなんだか、そうだったか、もうなんだと思って喋ってたぞ、感情の方をお読みさせていただきます。いきなり、はい、13位の方、ぽかっこのりえさん、かわいい衣装を着ております。12位むっちゃんさん、ぽちゃんさん。11位しげきさん、お、なんか強そう。10位、なにわの女おきょうさん、何これ、浴衣、かわいい髪の毛が舞っております。 K.HAYAT2009 でしたっけ、いいやけん、ビンゴ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 ン。ちうちなんちゅさん、しさ、あ、もう聞いてた。7位山ちゃんさん、ニット帽。6位シンさん、パンダ、パンダのアバター。5位、名古屋のかわちゃん、 K っていう星を持っているのは何ですか。4位、マスオさん、うっとりしております。3位、石丸ハッピーさん、これ何、だるま。2位、パピーさん、オレンジのペンライト、たまたまですか、意識高めですか。1位、くまさんもいただきました、ジロキチさん。イエーイ、こんな感じで急に始めたけど、またできるときにやります。明日もできるのかって言っちゃうと、の終わりも感想聞きたいな、感想聞きたいな、見てほしいな。インスタライブします、この後来てください、皆さんインスタライブするから。ファイトだった、ありがとうございます。それでは皆さん見ていただいてありがとうございました。あ、完成とネタバレしそう、そっかそっか、そうか、でも待ってます、感想。ではショールームありがとうございました。パパキン、バイバイキーン。プー。ありがとうございます。またします。ありがとうございました。